さあ来ました、木の宮ステーション神社、この宮行った。すごいなんかじゃあレトロ感があるよね。なんかレトロ感ある、うん、駅舎が外観はこんな感じです。なんか面白いね、うん、面白い駅舎、うん、さあ行きますか。多分みんなが歩いてる方向に歩いていけば着くでしょう。あ、そう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 、うん、すごいジョアさんがある。なんか面白いね。この上からさ、上にこの上に電車撮ってるのに。多分ここのマンションに反射してこっち側から音が聞こえるんだよね、電車の音が。来たー、トンネル、トンネル、なんか面白いトンネルだね。うん、来たよ、木の宮。すごい人だね。もうなんかパワースポットって言われてるぐらいだから、やっぱりいろんな人来るね。木の宮温泉郷だって、なんか俺熱海よりも木の宮温泉郷の方がいいんじゃないかな。そうだね、自然が。ああ、ねえ。ということで、うん、来ました熱海木の宮神社、樹齢2000年ぐらいのなんかあのそう木が生えてるらしい。カフェもあるしね。すごいね。あ、行きましょうか。うん？全体マップ。ほう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 。稲荷下がったりとか、門材店があったりとか。面白いね、由来も書いてあるよ。はい、商売繁盛、縁結び、酒立ちだって。酒立ち、うん、いやちょっとこれは厳しいんじゃないですかね。酒立ちの神がいるよ。ちょっとでもお酒を飲む量が減りますようにって。なんだろう、大鳥居、新所、なんだろうね。あ、こっちは稲荷、お稲荷さんなんだ、こっちはね。まあ、ひとまずは洗いますか。でもね。
ちょろちょろちょろって流れたね。これじゃない？もしかして樹齢何年っていう木は。これかな。うん、これだと思う。あ、すごい。すごい。あ、本当だ。なんかキノコ雨降るじゃない？すごい。このままでやったら全部できる。すごいね。このままでこれはすごいわ。うん。へえ。いやどうもです。すごいね。はあ、すごいわ。わあ、すごい。すごい。これでかいね。これが樹齢2000年の木なのかな。一種。うん。第二オークス。あ、これが樹齢1300年。1300年。へえ、すごいな。あっちが。またさらにあっちが2000年の方なのかな。これですごいけどね。ああ、これこれですごいね。あれ、ここにもお手洗い場が。水鳥って書いてある、これなんだろう、これ。開運だって。お水鳥1回1000円です。あ、そうなんだ。うん。うん、すごい。ねえ。よしと。おお。これが木の宮神社か。あら、すごいわね。へえ。すごい。中がすごいな。へえ。お、弁財天だって。うん、そうだね。蛇、うん、あ、本当だ。蛇だね。へえ。あの蛇何なんだろう。本書いてあるね、由来が。本当だ、蛇の蛇の神さんだね。へえ、蛇だね。あら、倒木性してる。すごい、夕日に照らされてオレンジに輝いてる。綺麗。そう。これ御朱印はどこでもらえるんだろうね。御朱印は目の前の寂しくないから、目の前に綺麗な建物
のがあるでしょ。本当だね、あそこだね、うん、あ、これなんだこれ、ハートだって。フォトスポットになってるね。ね、じゃあちょっと行ってみますか。ああ、行ってみましょうか。綺麗な山椒にすっきり、ね、木の宮神社ご朱印いただきました。行ってみましょう。なんだこの滑り台みたいな感じになってるこの道。なんかまるで滑り台みたいだね。ね。いやすごい、なんかあのあそこのさ赤城神社みたいにさ、なんかすごい整備されてるよね。そうそうそう。おお、でかっ。樹齢2000年超の根を守る保護工事でやりますっていう。でかっ。いやーこれでかいね、クスノキ。これはでかい。いやこれはでかいね。すごいね、一周ぐるっと回れるんだ一応。ね、いやこれね、写真じゃ多分伝わんないよ。伝わんないねこれ。このでかさは。へえ、すごいな。ここ一周してみる。なんか後ろにもなんかあるんだ。うん。すごいせせらぎのいい音がするね。いやこれはすごい。大きい、大きい、ね、わー、せせらぎがすごいね。ね、せせらぎがまたいいね。おー、たぶんね、ダンスナーズだ。お、すごいすごい、なんだこれ。間がすごい高い台。ね。ねー。人一人寝れそうだよね。あー、パッカーなってるわ。すごいね。すごいな。おっとおっと、なんかまるでこう石じゃない、石かこれ、石で補強してんのかな、ちょっと、うん、ちょっと石で補強してるんじゃないかな。すごい、はっ。いや一周してみて分かるけど、おっきい、すごいこれ、あーこれはすごいよ。行ってみましょうか。五色の社、すごいな。こうやっぱ遠目から見たら大きさわかるね。うん、あ、そういうこと。あれ買うかなと思って。カフェじゃん。あら、イクノバじゃん。うん。なんかソフトクリームとか食べる？食べようか。なかなかいいじゃん。何したの？ソフトクリーム一つ。ソフトクリーム、麦焦がしソフトクリーム？うん。こういうの。ちょっと食べてみて。美味しい。やっぱり麦なのかな。バニラっぽいけど。これは何？なんだろう。
なんか和菓子かな。和菓子。砂糖菓子かな。あ、砂糖菓子だ。美味しいね。うん。なかなかに。自然に囲まれ。うん。じゃあこれから、伊豆線で、ちょっと街並みを見てみたいと思います。まあ、ほんのちょっとね、数駅行くだけですけど、
通行が木津高田、それ口は左側です。無人駅だったね。おー、右に商品見てるだけです。どっちに行けばいいんだろうね。やっぱこうお迎えとかにみんなね来るような地元駅だね。うわーすげー、めっちゃレトロ。めっちゃレトロ。もうおじいちゃんやる気ないじゃん。めっちゃレトロ。なんかすごいところにまた賃貸あるね。本当だ。駅近だよ。ね、うん。駅としたら駅近だよ。駅としたら駅徒歩1分っていう。あ、さっきの景色がね見えてきた。うん、おお海だ。ね、すごくいいじゃん。すごい坂道だな、しかし。ね、はあ、で多分次の駅がさあの辺にあるんじゃないの。あ、そうかも。あの辺のもしかしたら山あいかもね。そうね。うん、すごい気持ちいい。うん、下の駐車場の方も行ってみようかな。行ってみたい。うん、本当この辺は住宅街だな。いやー、ほとんど人は降りないであろう。何もないところに来ては見たけど、うん、あ、でもなんか釣りしてるような人がいる？釣りしてる人もいいね。うん、ここ落ちたら危ないね。うん、8時から気をつけてね。ここは危ないね、落ちたら危険だ。あ、気持ちいい。あ、すごいね。へえ。島も見えて、ああ、初島か、あれが、うん、あれ船通ってるね、初島ね。初島から出てきた。あ、船がね。へえ。いいとこじゃん。うん、なるほどね。なかなかにのどかな感じ。さて、じゃあ戻るか。はい、じゃあ三島に行きたいと思います。はい、帰ろうか。じゃあ三島へ、はい、帰ります。